On the ice, representing France, Soya Bonnelly. 3番、スルヤ・ボナリーさん、フランス。フランスのスルヤ・ボナリー。94年95年の世界選手権は93年からです。連続2位でした。もうベテランになりました。オリンピックは3回目です。ダブルアクセル。曲はキャラバンです。8つ目の要素、終わった後は満面の笑みがこぼれていますが、スルヤ・ボナリー、フランス、怪我から復活してオリンピック長野ホワイトリングに立ちました。ジャンプの難度、難しさを少し落としてのショートプログラム。ともかく減点ミスはいけない。ああ、ファン、スルヤ頑張れというその幕も見えます。コンビネーションジャンプはトーループ、トーループのトリプル、トリプルにしました。練習の前半ではルッツ、ダブルトーという形でしたが、そしてこれをサルコーに持ってきた3回転の単独ジャンプ。ともかく失敗はできないということで確実にやれる内容にしました。お母さんのスザンヌさんがコーチ、そしてナタリア、振付師のナタリアさんもボナリーを応援してきました。まあ、しかしこのボナリー選手は本当にジャンプが得意ですが、課題の表現力、スピ
スピードに乗ってパワフルなジャンプが非常に持ち味でしたが、家族へのメッセージを電波を通じて行っていますが、非常に怪我があっただけにその得意のジャンプが強引に行くことはできない、そういった大会が続いた今シーズンです。今年のヨーロッパ選手権1月イタリア・ミラノでは6位、フランスの選手権では2位とユベールの後になりました。さあ得点はエレメンツは場内はブーイングがちょっと出ています。まあ、このあたりはジャンプの種類も一つあると思います。ルッツというのは中でもアクセルに次いで難しい、そしてプレゼンテーションはもう4点台が出ているだけにこれはちょっと席を立ちました。